はい、どうも、オクポンでございます。BTC の価格が40万円割った状態でですね、あんまり動かない推移で、レンジでね、動いてます。ビットコインキャッシュの方が多少動いてて、2.73%ね、動いてるってことで、これは動きがあるんですけども、だいたいね、あんまりこう、時価総額6くらいまではね、あんまり変わらないような動きですか。まあ、7を置いといて、テザーを置いといて、ライトコインなんかも3%、こちらは下がっちゃってね、トロンなんか上げた分下がっちゃったような感じでね、2.6円まで戻してます。で、BSV、これね、私が大穴大穴って言ってるこの BSV でございますけども、今後どうなってくるのかっていうのは分かんないです。で、ADA も5円から再びね、4.5円台だったのが4.7円まで戻してるというところでございます。はい。まあまあ、こんな感じでございますかね。最近の状況としてはですね、あんまりいい環境じゃないのかなっていうのがね、話というか、まあ相場全体もそうなんですけども、全体というか BTC のね、価格もそうなんですけど、また悪い話がね、メディアでちょい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 出てきてるような感じでございまして、まあ、今日読む記事の他にも、ビットコインがね、これは過去にね、言ってたようなことで、3000ドル台まで行くんじゃないかなと。3000ドルっていうのはもう3000ドルですね。3900ドルとかじゃなくて、3000ドルっていうことなので、まだまだね、ぐんぐん下がるんじゃないかなっていう見方ですよね。それが、普通に、まあ、そういう記事もね、あります。はい。で、ここ3ヶ月とかで、まあ3ヶ月とかで見ちゃうとね、もうこれ、ぐん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 、まだまだ下がっていいんじゃないかなっていうね。で、ここは、本当にレバーをかけてやってる方々も難しいねっていう話をね、されてた方がいたりとか、まあレバーをかけるとね、このぐらいの水準でも全然、まあ、100倍までね、レバレッジかけてやってらっしゃる方もいて、これは、100倍までかければね、どんな相場でも、まあ、こんな激しい動きですよね。こんなもんじゃないでしょうからね。こんなもんじゃないでしょう。100倍かけてたら。まあ、このぐらいの動きでも、このぐらいの動きがあるようなね。まあ、このぐらいの動きがあるんじゃないですか。10万円ぐらいの100倍だからね。1万円動いたら100万円だからってことでしょ？ってことは、そのぐらいありますよね。何でやってんのかな？取引所ね。ビットメックスであれば100倍までかけれますけどね。100倍までレバレッジは入れますけど、100倍までだと日本の取引所だとダメなんじゃないかな？多分。ね。はい。っていうところで、そのね、記事を参りましょう。これもあんまりうまい話ではないんですけども、まあ取引がね、これ終わって、新たなね、取引所を、新サービスを提供するっていうお話でございます。で、楽天グループのみんなのビットコイン、4月から新取引サービスを開始、仮想通貨交換業登録の見通しは見えず。楽天グループで仮想通貨交換業のみなし業者であるみんなのビットコインは11日、現行の取引サービスを3月31日で終了し、4月から新取引サービスを開始すると発表した。現在、みんなのビットコインは BTC、ETH、BCH の現物取引と BTC と ETH のレバレッジ取引を提供している。現サービス終了後、外貨残高は円転し、円価残高は登録銀行へ送金する。また、仮想通貨残高については送金対応を予定してないため、ユーザー自身が出金する必要があるという。要するにこれね、このまんまだと新サービスの口座の方に移行しないらしいんですよ。これがめんどくさいですよね。現行サービスの終了および新サービスの開始に関する詳細については改めてホームページで案内するとしている。みんなのビットコインは今年1月8日、資本金を7億3000万円に増資したと発表したばかりだ。
財務基盤強化で事業拡大やサービスの利便性、安全性の向上につなげると説明していた。1月4日には日本仮想通貨交換業協会の第2種会員としても加盟を果たした。4月以降には新サービスもスタートし、楽天グループの下で一積極的な事業展開を進めていくと行くことになるとみられる。金融庁は11日、みなし業者だったコインチェックを仮想通貨交換業の登録認可を発表しており、他のみなし業者の登録取得についても今後は注目が集まりそうだ。金融庁は11日の発表で、登録申請した新規企業の審査プロセスについて、おおむね6ヶ月と指摘を示した。指針ですね。はい、指針を示した。現在のみなし業者、みんなのビットコインとラストロースの審査スケジュールについては、この期限にとらわれないとしているというニュースですよね。ここのポイントは、先ほどもね、補填をしました、この取引所に置いているものを、すべて楽天側の方で新サービスをね、提供する取引所っていうのかな、そこに移動してくれないと、もうそのまんまではダメだよっていうことですね。本当面倒だなと思いますよ。外貨残高は延転しちゃうし、円貨残高は登録銀行へ送金されちゃうし、で、この残ってる仮想通貨に対しては、ユーザー自身が出金をする必要があるというというね、まあ、期日はあったりとか、まあ、何ヶ月かはね、ウォレットみたいな形で、残すんでしょうけども、その何ヶ月とか半年とか経ってしまったら、それが下手すればなくなっちゃうんじゃないかなっていうね、いつまでもね、楽天の方も三木谷さんも置いとかないでしょうから、そういう話ですね。だから、これは私は明るくないと思って見てます。はい。なので、これね、でございました。でですね、ちょこっと確定申告かなについて、私のこの困ったなっていう話が2点あるので、と共有させていただきたいんですけども、まず1点は、ダイダロスがまず開けないっていうことって、で、今現状は、アンインストールかな。多分アンインストール。できてると思うんですけども、アンインストールをした状態でいると。で、もう一つは、これ、ダイダロスに関しては、再インストールをしてね、復旧は、Facebook のカルダのページでもそういった方もいらっしゃるので、それは試してみようかなと思ってるんで、それはそれで一つで置いといて、で、もう一つは、ビットレックスの方にいくらか資金がある分が、数字が載ってないので、これをどうしようかというところの判断に困ってます。はい、あとは、他にもね、仮想通貨として、例えばなんだろうな、埋葬されてしまってるものっていうのが、例えば、ウォービットだとかね、もう一つは、ウォービットの他には、なんだろうな、あれも埋葬されちゃってる、ヒュンダイコインだとかね、ああいう埋葬されちゃってるものってのを、どうやってね、立ち上げるのかっていうのは、本当に今、それをやっとかないとね、で、資金が、いくらあるのかっていうのも、まず分かんないしね。うん。だから、そういうのの、一個ずつね、引っ張り上げる作業ってのをしなきゃいけないのかなというところでございます。で、仮にその埋葬されっぱなしであれば、もう見えない、数字がなくなったとかね、例えばダイダロスにあるエイダをね、26万枚とかあるはずなんですけども、その26万枚が消えちゃった場合は、損失として、いけるのかどうか。もうエイダ、私はね、エイダをなくしたらね、もう仮想通貨、もう本当に何もなくなっちゃうぐらいなんですよね、今。で、借金だけが残るみたいなね、そういう環境下になるんで、本当、そういうのをね、ポチポチやりながら、確定申告の、例えばなんだろうな、ウォレットってあるじゃないですか。あれ？ウォレットかな？ウォレット、USB でね、ペコって
やって、で、BTC とかね、保管するものの購入をした代金だとか、まあ、他にも、まあ、多少アフィリで、ね、入った分だとか、まあ、アフィリで入った分は、だいたい今日やったんですよ。で、その、ウォレットも見える化になってるんで、4万8000とかね、3本買ったので、それは見えるんですけども、他のその、埋葬され、取引所に埋葬されちゃってる、バイナンスはね、優秀なので、全部見れるんですけども、ずっと残ってるんですけど、他の取引所ってのは、例えば、ポロだとかは、また制限がかかっちゃってたりとか、ポロは大事を取って資金を全部抜いたんですよね。あの制限がかかるよとかっていう話があったときに、でもビットレックスね、なんかは資金が埋葬されちゃって、トリグなんかはね、トリガーなんかは1500枚とかあるので、それはどうなっちゃったのかなとかね、そういうのがいろいろごちゃごちゃ出てきてね、仮に埋葬されたんであれば、一時的にそれ、焼却っていう形で損失っていうところで出しても大丈夫なのかどうなのかっていうね、そういうところもですね、ごちゃごちゃしてきます。で、それを損失で出した場合っていうのは、来年ちゃんとね、利益として全部乗っけなきゃいけないですよね。まず、数字が全部消えたんであれば、それをゼロにしたってことで、今年、まあ、18年としてね、申請を上げて、そうすると、19年に全てが復旧したとしてね、数字が盛り返したんであれば、その損失分を上げなきゃいけないのかとか、あと、これは国内取引所なんですけども、まあ、今回ね、コインチェックごちゃごちゃやってるじゃないですかね。なんか立ち上がったとか立ち上がらないとかね、そういう話になってたりとか、まあ、財布フライ、ビットフライヤー、他にもね、ビットポイントとかいろいろあると思うんですけども、確定申告用の、要は JPY を BTC に変えたよと、BTC をイーサリアムに変えたよと、そういったね、やり取りを全部引っ張れる。ように国の方でね、取引所の方に作ってよと、そういうシステム構築してよっていうのがあったと思うんですけども、それも、ま、できてないところもあるってことなんですよね。まあ、代表的なものであれば、その今言ったコインチェックもそうだし、財布、ビットフライヤー、多分私、今日かな、昨日かな、見たんですけども、昨日、一昨日か、見たんですけども、なってなかったような気がするんですよ。そしたら、またその、ね、数字を拾ってない場合っていうのは、全部拾ってあげなきゃいけないのかなとかっていうのも出てきて、まあまあ一言で言うとやっぱりしっちゃかめっちゃかなわけですね現状。まあまあそれ日本円で全部上がってるものはいいじゃないですか。アフィリ報酬だとかすごい分かりやすいですよね。例えば確定申告で言うんであればバズビデオもそうだし、数字が 何万何千何百円とかで上がってきてるから、でそれを通帳に記入されて記帳されてるものを拾ってって、で、それを別にね、印字上げるとか、Excel でピシッと作る必要は私はないと思うんですよね。うん。PC がない人も確定申告やるわけだから、で、自分で数字を拾えてね、で、これ、国税だとかね、に責められた場合に、数字をこっから拾ってきたっていうのを見えるかっていうのは通帳でなってるわけだから、全然それはそれでいいと思うんですね。だから、そこは問題視してないんですけども、何にしてもその仮想通貨の、なんていうの、BTC、ETC、ETH だとかね、ETC だとかね、ADA だとかね、ああいうものに関してどう処理していこうかなっていうね、またね、はい、なんかそんなのが出てきました。だからそれが消えたんであれば消えたで、損失っていう形にはなると思うのよ。例えばじゃないですね。私、昨年借金したっていう話しましたね。昨年の今時期ですね。で、200万円ほど借金をして、で、まあ、日本の取引所から180万円だし、で、20万円は何かにこう使ったんですけども、ちょこちょこしたものに使ったので、それは置いといてね、それは損失にも何もなんないとして、180万円がね、消えちゃったと。いうところなので、それをどうやって数字として拾い上げればいいのかなとかね、なんかいろいろ今日って昨日ね、考えてしまってたんですよ。はい。
なので、またなんか昨年とね、同じようなことが、最初はやってたんですよね、1月、2月の頭ぐらいまでは。取引所にやってとか、動いてとか。で、私がエイダとか買い増したのは、多分あれ2月とか3月なんですよ。37円とか27円で買い増しをしてたので、で、それが2月、3月だと思うので、で、そのエイダが飛んでしまったと。で、あれば180万円の損失でもいいんじゃないかなっていうね、感じ。ただ、それが、ダイダロスが復旧した場合っていうのは、180万円の損失っていうのはおかしくなるので、で、その数字をどうやって拾い上げればいいのかなとかね、なんかいろいろ考えちゃいますよね。まあだから、損失で、今年っていうか、昨年の分で、それで投げたとしたら、今年それが立ち直ったとしたら、それを全部利益として今度計上しなきゃいけないから、プラスには間違いなくなってないので、だからそれを損失だったら損失が多い方がいいと思うし、まあ数字がね、損失は損失なので利益は出てないんですよ、ほぼね、ほぼっていうか多分出てないと思うんだよな。だからいろいろありますよ、アドセンスだとかバズだとか、アフィリ報酬だとか、そういうのはありますけども、仮想通貨で見るんであれば、まあ、出てないよね。17年の時は、あれ ?17 年17年の時は、いけいけって言って、で、結局バラバラにしちゃって、で、それでエイダが下がっちゃったから、やっぱり出てないんですよね。17年の時は17年の時で、儲けたっつって、申請は上げたんですよ、ちゃんとね。なんですけども、18年に至っては、買ったはいいけど、ストロングホールドだとかってやってて、で、埋葬されちゃったりして、だから結構どうしようかな、まあ、仮想通貨の場合は別に1年でね、なんだろうな、取引って、ね、1月1日から12月31日まででね、で、それ閉めた場合に、株であれば損失計上したら3年持ち越すっていうのをできるんですけども、要するに、株であれば3年、その損した分、100万円だったら100万円を損したんであれば、次の年の利益、また次の年の利益、また次の年の利益からの利益が出た場合に、税制上で優遇されるんですよ。仮想通貨の場合は、今のところね、1月1日から12月31日で、その1年で終わり。また次の年も1年で終わりなんですよ。損失計上っていうのはできないので、そこのね、取りようっていうのはなかなか難しいなとかって思ってね、どうしようっていうね、ビットメックスなんかはマイナスなんだね、7万円くらい前、ちょうど7万円ぐらい前そうですね、9万5千入れて、で、今2万5千ぐらいしか今の相場でないので、2万5千ないのかな。だから、そういうのはそういうので損失計上しちゃえばいいしね。はい。っていうところで、まあ、皆さんはどうでしょうか。もう、あれですか、確定申告済んでますかっていうのを非常に気になりましたので、ちょっと長々とね、終盤喋ってしまいましたけども、はい。っていうところですね、お開きにします。それではね、素敵な相場ライフ、お送りください。あと、ね、とにかくね、なんとかしなきゃいけないんでね。はい。ではでは、バイバイ。